よいしょ。んじゃ、続きをいきましょうか。んで、ご当主様がそろそろ危ういかな。宗師君の更新は1歳になってからにしよっかな。2ヶ月後ぐらいか。しばらくは朱月ちゃんを強化しようかね。道具選別してないな。道具を選別しといて、今回はどこに行こうかな。出撃しないと赤い日わかんないんだもんな。どうしたの？ご出陣。最初に戻るか。総翼院鳥居千幡宮か。今行けるのは九十郎と鳥居千幡宮と総翼院。鳥居千幡宮に戻ってみるか。鬼を倒すと戦利品や金が手に入ることはもう知ってるよね。おどんどん頂戴してるかい。してるけど落としてくれないよ。どういうことかな。遠慮なんか言わないぜ。遠慮してないよ。そのお宝は鬼が人から奪っていったんだ。さてその戦利品の中にたまに巻物が混ざってるだろう。こいつの使い方を教えよう。よろしく。と言っても簡単。簡単。家へ持ち帰るだけだもんな。うん。それに一種一本あれば用は足りる。はい。あとは何もしなくていい。ある程度の威力に達したものなら盗んでても巻物を読んで勝手に覚えるのさ。それが己を守る術。サボれば犬死にするだけさ。冷たいね、鉄徳。今日はあいつらがいるところまで行こっかな。ベニコベ？赤べこ？もう分かんなくなっちゃったな、名前が。ベニコベちゃんのいるところ、ベニコベであったよな。までは行ってみるか。さて秋なので鳥居は赤が進むやつだったかな。赤あるかい？あった。黄色だっけか、忘れてしまったな。とりあえずくぐってみよう。うん、あ、黄色か。黄色だなこれは。秋は黄色。あ、正解。どん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 。くだらゆみ揃った。プロリン、前は小稲荷倒せたっけか。倒せるようになったね。ライド長男成長してるね。先森来ないよね。さいるんだっけか、ここ。よし。これ。またダメージが大丈夫そうな気がする。うん。そろそろお母さん、ダメージ多そうなら下げてた方がいいかな。大将やられたら終わりだもんね。健康下がってきてからの方がいいか。子供たちがもうちょっと強くなってからね。よっ。トントントン。よし。そう。ういうい。とりゃ。パッチとカブト割りと、なんだ、何があった今。全部見えなかったな。うん、あ、ここだな。ここでちょっと稼ごう。あ、コビちゃんだ、コビちゃん。豪の日。こいつが倒せるか。ベニコベやってた。
赤べこじゃなかった。あー、お母さんでもダメか。息子は、うん、これぐらいか。赤玉使ってみる。赤玉であったりか。41。おお、なかなかのダメージ。やっぱりまずはこいつを倒せるように、楽に倒せるようになるのが目標だな。あったー、カニカニカニじゃー。しばらくだからいいか。うっすらとは見えるけどね、うん、千本同士カシャ、日暮の小玉の弓欲しいな。属性武器だよな、あれ。小玉の武器として技の土が一番低いか。くー、いやでも、あ、こんにゃろ土。お、来た、カブトガニ。弓は後ろの山んばさん。あー、避けられ、これ使うほどでもないかな。でもどうかな、前列だけか。全部でもここの属性が土だから、あんまりここら辺意味ないんだよね多分。あ、でも属性ってあんまり関係ないけか。都市の指輪使っちゃう。いっぱいないけど一回使っとっか。お父さん、シャキーン、かっこいいね、お父さん。暫定つけんだよ、これ。違うゲームだけど。よしよし。で、あ、下がる。でもいいや。黄色1個、解消したな。兜があるのか？お、そうだった。あ、ケムジ。クリティカルで倒せるぐらいか。普通の通常でも倒せるのかな、これ。うりゃー、シュゲツちゃん随分必殺技っていうかクリティカル多いね。心がない分強いの。情けなしってやつ。あー、こだまの弓来ない。先回りも欲しいよ。よし、よし、まだ、よし、まだ大丈夫だな。うー、合わせしてみる。でも一人しか使えない、これ。もしかして今、あ、これはできる。合わせてみる。えい、合わせ開始。合わせ2、合わせ3。援軍。援軍だと。お母さん、イエーイ。わあ、いいね。でもやっぱコベは倒せなかったか。いける？いける？倒せる？ああ、ダメだ。倒しきらなかったか。まだまだだな、我々。ああ、萌神様ダメ。萌神様まだダメです。死にます。当面はコベちゃん討伐だな。取らせろ。よし。通常の攻撃だと難しそうだもんな。
わせる。こういうのを合わせる。あっさりする。合わせられずに終わっちゃうかな。うわぁ。あ、合わせられずだ。もう少しか覚えてなかったか。あー、でも54。54か。息子で合わせてみるか。援軍。あ、お母さん間に合わなかった。うまくいかないもんだな。逃げられるかな。一回合わせてみる。てい。てい。千人じゃ覚えてる？娘っ子よ。泉源氏か。泉源氏で、とりあえずお母ちゃん。あ、逃げた。なんてこった。討伐への道は遠い。もうちょっとシュゲツちゃんが術を覚えてからの方がいいのかな。おお、正面から行っちゃった。すぐ補充されたし、今度こそ合わせられるんじゃね。よし、息子来い。イエス。4倍で、あー、ダメか。これだけ250ぐらいか、体力。こべこべ、何も落ちない。肩車の合わせしてみる。合わせ開始。2、3。うい、耐えて耐えて。6倍、6倍風車。よし、風車ならいけるな。ただちょっと術消費激しいか。あと炎1個。一旦帰って覚えられそうなのもあるから、もう一回その後でここ来るか。一回成長もしてるはずだもんね。であれば値も上がっているはずだ。できるところまではいかないかな。3倍が来ないと厳しいか。あー、消える。帰ろう。帰ろう。ただいま。ウィスカちゃん飛ばしちゃうよ。お母さんどうだい。おお、まだ頑張ってるね。よしよし、1歳になったか。1歳、1ヶ月でかな。いや、男の子だから早めの方がいいか。もう一個ぐらい成長させてから更新したい気持ちもあるよね。あと40ぐらいだったもんね。次の討伐でいけそうな気がするんだよな。
そしたら更新しようかな。うん、じゃあもう一回出陣しようぜ。てか術覚えなかったな。ちょっと待って、術覚えなかったなですね。くー、まだお主これしか覚えられていないのね。よし、こう。お、雪になった。さ、一回千万ぐ。やあ。鬼退治ご苦労さん。ありがとうさん。さて、これから言うことはできれば忘れないでくれ。ほう。ここにもいるけど、洞窟や迷宮の深くまで潜れば、必ず親分の鬼がいる。うん。ここからが大事だ。ほうほう。耳の穴かこじってよーく聞きなよ。ほりほり。ほりほり。はい。そいつらは倒しても倒しても。なんでしと。この世のものじゃないからね。うん、まあ何度も戦勝点が稼げるから、こっちが強くなればいいお客さんってわけさ。お客さんね。はい。ああ今回も赤い日なしか。で季節が変わったから鳥居は青だな確か。青い鳥居はどこだーん。あっちだー、青い鳥居、よいしょ。はい、見つかったか。若葉の冷やこくしいもん、姉ちゃんね。若葉の眼薬だ、全然名前違うじゃん。若葉、うん、34ぐらいならあげられるだろ、この1ヶ月 でもう一個、火が消えてしまっている、なんてこと。お、来た来た。足が速くなる術を置いてあるのは総翼院か。総翼院行った時には手に入れたいな。うん、金ちゃん走りしてた今。ぶった切る。そう息子。釣り抜けた。うまく釣り抜けたの。ぶつかる気満々だった。来たからか心の伸びいいね二人とも。うんうん、娘っ子は体の伸びもまだ大丈夫だね。お母さん体が死んでいるよ。体の成長は止まっている。これはこれは。8か。ちょっと次上げるまでは厳しいか。やっぱり3倍3倍みたいな感じで来ないとダメだね。あ、うい、ヤマンバさんとかはまだ倒せる。ここは楽勝になったんだよ。問題はコベだ。コベ、どん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 ぶった切るよ。あ、そっか、一回帰ったから当主の弓も生き返っているの。いいのが落ちた暁には使ってしまう。コベの時に宝箱入れない。くぐらせろや。
お金いっぱい。よいしょ。おお、ここも当たりか。これだと先に進むんでね。まだダメ、まだダメ、危ないよ。コベいなかったな。コベ、うん、いないなんてことがある、あるのか。設置されずじまい。おりゃおりゃ、いや、ああ、無事な倒せないでね、息子。息子よ。もうちょっと強いナギナタが欲しいか。こうなってくると、お、初めてのやつが来たじゃん。こんなに黄色あるのに落ちないのかい。傘お化け。全滅攻撃。うん、倒せるね。よしよし。あ、コベいた。それはね。ザ。やっぱ敵にも弓とか薙刀とかに苦手とかあるんだろうな、きっとな。実に弱いと。よっ。よし、勝負。先手取った。ちなみにただ叩くと89か。200ぐらいでしょ。まず後ろ倒せるかな、これで。ナマズ。ダメか。おお、2だ。お母さん2だけいけるようになったね。これは実じゃなくてもなんとかいけそうな気がしてきたぞ。おお、こべ。子供たちで周りを一掃してして、援軍援軍、お母さんが叩く。全滅攻撃だと。いけるか。ああ、間に合った。いいね。成長してきた時に限って、もうお母さんの寿命は近いのだよ。子供たち。てん。黄色いのが落ちない。落ちない。とこの辺りで終わりかな、もしかして。よし、終わり。もう一回ぐらい、もう一回。いける、いける、いける、いけるぞ。1ヶ月休むから、シュゲツちゃんにちょっと成長ポイント上げとかないと。もう一匹、もう一匹。いけるいける。
揃ったー。おうふ、終わった。しゃあないね。よし帰ろう。当主様、お疲れ様でした。お疲れ。お正月、はいはい。さて、今月は手始めに何をなさいますか。誰も実を覚えなかったね。お母さん、まだ大丈夫。孫の顔を見れるぐらいまでは大丈夫だね。よし、更新しようか。息子の更新を見届けてもらわねば。さて、更新をするにあたり、息子宗志くんの弱いのは風と水かな。あたいは大体みんなトントンな感じに見えるけど、土はやっぱお父さん譲りでいいのを持っているから、土は生かしたいよね。風の底上げができるといいか。さて、おお、ここまで選べるようになったか。あれ、妹はまだ5ヶ月だから、更新にはまだ本能点貯める期間はあるな。じゃあある程度ぶっ込んでもいいね。あー、木曽の春菜様、すげえ。すげえ。あらあら、かげろうのユラ様もナイスバディで。ユラ様もね、火がすごくいいね。風の値もいいな。ただ土下がるのか。行方不明か。あー、土の神様ね。カレンさんも良さそうだけどな。二つ扇さん、待って、お父さんたちの値がおよそここなんだよね。ここなんだよね。ここの神様なんだよね。おう、飛ばしちゃった。うん、私はもうネタ割れを知ってるから、うん、大丈夫よ。ひるこさんがいても。おちぼさん、ここはね、最初の選べる神様軍団だから、これぐらいの値なのは当然で、月あたりから。みずちさん、さよさんか。にゃちゃん、にゃちゃん母遺伝子が弱いもんな。クララさん、カニ、ホーフさん、あー綺麗だね。静香さんもね、萌子ちゃん、おまゆさんか。みどろさん風あんまりだもんな。あー、早瀬のルル、さよこちゃん、しやこちゃん、しゃこちゃんだ、そう、シャコ貝のシャコちゃんだ。やっぱこの辺りに入ってくるよね。二つ扇さんで双子狙ってもいいんだけど、双子狙ってみるか。土の値、こっちが来てもまあまあ、まあまあ生きるよね。風は抜群に上がるよね。カレンさんでもいいんだけど、やっぱ可愛いね、木曽のカレナさん。心が強い。ここまでだよね、選べるのね。どうしようかな。二つ扇さんにしてみようかな。火力も上がるもんね、火が強いから。攻撃力がひでえね、確か。二つ扇さんにしよっかな、息子。ちょっと並んでみよう、お前ら。おお、いい感じかな。これで行ってみようか。いっ。燃え上がらせましょうか。ほほう。燃え上がっちゃってください。さ、わあ、火がすっげえ強い。息子弱え。いや、まあでも下の方負けてない、体とかの方は負けてないよ。確実に成長はするでしょ。どん、あ、一人だったけど額美人が来たぞ。かわいい。おお、あっち側欲しい、左側が欲しい、左側、左側よこせ、左側。
ありがとうございます。うん。はいよ。さて、今月は手始めに何をなさいますか？女子一家になるね、これは。あ、孫見るまでは生きていらっしゃれるかな？孫までは見てほしいよ、お母さん。健康下がっちゃったね。漢方飲ませるか。98。そうだね。ごめんね、お母さん。夢中出すて。この辺は、じゃあもう全部持ってるな。ここは売り出してる。そうか、武器屋さんだけか。持ってる？持ってない。剣が高いんだよね。ドロップが一番いいんだけどな。1割引きじゃあちょっとか。なぎなたは安いんだけどな。ここは復興投資しとくか。商業部門4。お、上がった。よし、じゃあ出陣して子供のお迎えをしようね。子供の名前はね、女の子だったらこれっていうのを決めてはいたので。よし、じゃあそうよく行こう。えっ、こんちは。こんちは。今更だけど、ちょっと言い訳しとこうと思ってさ。何？使いっ走りの僕なんかに多分全然期待してないと思う。期待ね。まあ、違う。見ての通り、今の僕には実体がないんだよ。うん、つけてるね。だから君たちと一緒に戦うことができる。男のくせに役立たず野郎で、ほんとごめん。いいよ。君は実体を持たない方が。いつかきっと体を取り戻して、君たちと戦える日が来ると、来るといいんだけどね。ああ、やっぱ無理かな。じゃあ、くそ。皮肉だよな。今の世代では君には会えないよ、絶対。ここのセリフでいつかキツトっていうのを気づいたんだな。おお、なんですと。よりによって総力員登場するまで時間かかるね。動揺して噛んでみるし、来い、それ来い。お、来た、わさび。早く後ろも倒したいところだけど、倒しちゃおう、娘、倒せ。いいよ、許す。倒しちゃって。はい、はい、次のカッパ。赤い、赤じゃねえ。今、動揺しすぎて。黄色いのよこせ、黄色いの。へい。ぶっとぎる。まだいいね。お、死ぬ首は。まだ止まんないか。止まんないね。でも、黄色も止まんないのかい。ここにあれ。よし、隣行こう。急げ。どこ。あー、まだ消えないで。間に合ったな。ギリ間に合った。よし。お、白波。よし。よし。よし、白波。ゲート。はぁ、あ。じゃあ今のうちに、避難所を持ってるやつのところまで一気に行こう。行こう。急げ。まだいいよね。宝箱の中に、早いやつない？早くなるやつない？引き波じゃねえんだよな。引き波じゃない。あー、消える。シャギン来た。あー、間違えた。娘回復しろ。許す。はい。水槽。お、カグロの薙刀来た。ブン。よし。ちなみに装備強くなるか？お母さんよりは
高い方は、あーでも全部下がるか。あ、微妙まあ少しなれど上がればいい。よしよしよし、来るか来るか、来い来い来い、カッパちゃん、カッパちゃんたちおいで、君らは出てくるまでが長い、止まんない止まんない、避けられたなぜ、ヘヘヘヘ、あ、消えてるし、なんて、槍持ってるし、おにょれおにょれ、お前らおにょろ、くらえ怒りの弓、でもまあこの辺りで槍が落ちるのは分かった、次の日に備えとかね、隣に行っといた方がいいか、それとも戻しといて出てくるのを待つ、ポン、消えるのを待ってみるか、このまんま、えい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 さっ、囲む囲むパターンないしちょっと娘後ろ行ってくれ、後ろ、そう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 、うりゃうりゃして、うりゃして、ないナイス、後ろ、あ、間違えた、もうまだ大丈夫、ないない怖い、しりこ玉倒し、うっ、こいつで最後だ、お、最後に、よし、来たな、よしやった指南書ゲット、目標達成、いやー持ってないやつばっかの時はどうなるかと思ったけど、はあ、それであとはもうゆっくり討伐しよう、うん、ピロリン、さーてそこまでいけるかな、カッパは普通に倒せるようになったから、あのベニコベの色違いの名前忘れたな、あいつのとこまで行ってみてもいいかな、おお隠れてた、ここも取り尽くした感あるかな、ロコ娘ちゃん、うりゃ、まだ下がる？せんべい。泉原子だった気が。読み方も分かんなくなっちゃう。お、白雪の小袖がめっちゃ落ちる。後々使うからな、これ。神様解放に。うい。うわ、白波。キャー。横を抜けて、いやたどり着けるか、たどり着きたいけれどもだ、結構道のりが長いか、林がないとやっぱきついかな、となると白骨城は次行くべきか、オフ
いけるか、いけるかな、パオーン、天女の昇級きた。今度こっち側だったよな確か。あ、いた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 、コベの色違い持ってないのか。念仏踊り、うん、倒せるね。そういう国は次こっからでもいいな。おお、3倍。あれ残った、ドクロ大将。そっか、そんな名前だったんだ。よし、分かった分かった。じゃあお子を迎えに行こうか。ふんふんふん、当主様、お帰りなさいませ。ただいま。そう、来たー、やり直しなん。はいよ、白波矛錆水槽。はい、世界には8種の職業の指南書があって、それさえあれば誰でもその職業につけるようになるそうです。例えば弓使いなら弓の指南、憲法家なら拳の指南、拳、そんな風な題名らしいです。さまざまな職業の方が家族にいればいろいろ工夫できて、憲法の幅もバーンと広がると思います。ですね、指南書を持ってる鬼もいるって。いや、嘘はない。真面目な顔で教えてくれました。うん、これは間違いではなかったよ。どうしたな、かの神様から新しいご家族を預かってまいりました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。女のお子様です。いや、良い名前をつけて、かわいい子だね。土バリバリだね。目も土か。目も土で髪も土、肌もやや土。さあ、問題は状態だ。よいぞ。ドン。お父さんの引いたー。マジか。うわー、次に期待だなー。あ、でもお母さんの日めっちゃ来たね。風もまあ、体は伸びたけど、心技の土はそのままキープできたか。あー、水弱いなー。この子は優しい子ではないんだな。男前って書いてある。そうなんだろうね、そうなんだろうね。名前はおとぎちゃんです。お父さんが宗師なので彼女はおとぎさんです。なぎなただよね。お父さんがそのやりもね、いいんだけどね。やっぱ前をバッサッバッサッ切れるのがいいんだよな。初陣の前にお子様に1対1で訓練を行えば、いろんな力が少しずつですが確実に伸びます。はい、ご家族の一人が先生になります。うん、休養中の方や高齢の方にお願いするのがいいと思います。当主様だね。いい運動になりますし、戦を離れても当家の役に立てることを皆様きっと喜ばれます。うん、一族の個人情報で訓練ができます。ぜひお試しくださいね。お、どうした。ああ、そっか、位が上がる。赤丸急上昇。はいはい。ああ、3人覚えたね。よし。ああ、装飾屋さん開店。ほうほう、投資したもんね。やりつくと、さて、はあ、とりあえずおばあちゃんにね、訓練してもらいましょう。で、明らかにお父さんの技だよね。お父さんの技まるっとそのまま来たんだな。これはお父さんの水風来てるよね。あー違うな、体の水はお母さんか。父も体は逆転しちゃったんだ。はあ、まあどれぐらい育つかな。うん、頑張ろうね。こそでっと
春風つけとこっか。おばあちゃんはもうちょっとだよね。息子はまだ大丈夫だよね。うん、まだ OK。 どうしようかな。あと5ヶ月6、7ヶ月ぐらいか。で、シュゲちゃんの更新も入ってくるでしょ。もう一人作るか悩んでんだよな、宗志くんに。でもまだ早いかな。ここで双子生まれたら大変なことになるもんね。まだ6部屋しかないのに。だよね。まだこのまんまでいこうかな。何かの間違いで双子生まれることはあるだろうから、このまるっきり違う色出てきたよな、おとぎさん。しげちちゃんはどんな感じになるのかな。じゃ、今日はちょうどいいのでここまでにしよっかな。よし、お疲れ様でした。